トーク、先日ですね、電車に乗ったら電車乗るんだ。電車乗りますよ、はい、電車の話なんですけど、うん、その電車に乗ってるとドア前の広いところ、フロアある、フロアって広いところあるじゃないですか。入ってすぐの、うん、そこで、まあ、そこそこ人いたんですよ、はい、まあ、満員とまでは言わないですけど、そこそこ人がいて、でその真ん中に子供が、女の子の子供、ちっちゃい子が2人ぐらいいてね、うん、でその椅子みたいの出したりとか人形出したりして、ちょっとそこで空間で遊んでるんですよ。あ、はい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 、ほんでそこそこ混んでるんですよ、うん、もうなんでそんなこと可能かって言ったら、その多分おばあちゃんだと思うんですけど、おばあちゃんがね、つり革掴んで体で周りをガードしてるそれ以上入ってこれないように、でそこを空間できてるんですよ、その遊べるというか。でその他はもうギュッギュッギュッなんですよ、空間空いてるのに。でいや、これはダメだろうと思ったんですよ、はい、でもやっぱ誰も何も言わなくて、僕も注意できなかったんですよね。だからちょっとそこは一言、いや今ね、今というか電車の中でそれをね、孫に許すっていうのってやっぱ良くないじゃないですか。そうだよね。だ、先生なんてそこで一言言えます？いやでもね、多分俺その場にいたら言えないんじゃないかって思うな。やっぱりね、その本当だったら、例えばね、そのイヤホンで聞いてる、音漏れしてる人にちょっと聞こえてますよだとか、なんでしょうね、まあそうなんだけど、言えなきゃダメだと思うんですけど、やっぱこのご時世、頭ね、ちょっとおかしな方も多かったりとかするんで、そのね、何されるかわからないっていう怖さもあったりとかするじゃないですか。でそういう人は理屈が通んないんだよね。正論が通らなくて、逆になんかこっちが悪いみたいになったりすることってあるんだよね。なるほどね。そう、なんかその良識がさ、なんかおかしいよねっていうか、ずれてるよねっていう。まあいきなりガツンと言わないで、優しくね、そのね、言って、それで、あ、すいませんで行くならいいんですけどね、そこで何みたいなのもやっぱちょっとね、ビビってるし、うんうん、というか。まあでもね、やっぱりね、いろんなことを考えると言えないよね。これね、その例えば僕、これもう一個あって、映画館に入った時に帽子かぶったまま前の人とかいたりとかするんですよ、うん、だからそれは帽子を外してほしいななんて僕なんては思うんですけど。帽子ってなんかそんなすごい高い帽子？あ、まあまあその普通に野球帽だったら別に被ったってあんまり頭の中だと変わんないもんね。そうそうそう、ちょっとその大きめのね、シルクハット被ってる、シルクハットではないですけどちょっと見づらいな。まあまあ、まあ、分かります分かります。視界を遮るわけでね、邪魔するわけだよね。でもまあそれも言えないですよね言っても、まあ1回目にやんわり言うとか丁寧に言うっていうのは言う場合にはさ、マナーとしてありだと思うんだよね。うん、皆さんどうしてんのかな、我慢するなり自分がね、お聞きしたいですけどだからね、ついこの間もさ、ツイッターかなんかで言ってた、そのね、あの新幹線のシートのね、後ろ倒す問題、倒す問題っていうのもあって、事前にこういいですかって聞くかどうかみたいなところだよね、うん、それの対策としてね、最初からもう全部シートを倒しておいて、あげるようにすればいいみたいな、ね、ことをね、言ってる方もいたりとかして。あ、それ面白いかもしれないな。なんかね、その、はっきりしたね、正解じゃないというか、もうその、モラルというか、世の中ですから。まあ、価値観の多様化っていうと聞こえはいいんだけどさ、なんかそれによってその良識とか常識とかね、モラルが、それ相対化されるというかさ、それはさすがにみんなで守ろうよみたいなのが、いやいや意見の個人の意見だからいいでしょみたいな感じで許されるみたいなのがあってね、なんかそこのその差が分かってない人は言っちゃいけないんじゃないかなって気はするよね。まあなかなか難しい問題というかね、正解がね、まあね、まあなんか明確なラインが欲しいところだよね。で、長谷川さん、結局その子たちをどうしたの？その遊んでる。僕も一緒に入って遊びましたね。いやいや、もう見てみるふりで、そのまま自分のね、目的のところに行って降りてきましたけど、まあ、言えないなと思います。わかりました。まあまあ。まあ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 、はい。
分かりましたなんとなく後味悪いなこの話みたいなね。いやだからね、だから皆さんもこういう体験あったよとかね、こういう時こういう言い方すればいいんじゃないですかみたいなのがあったらね、教えてほしいなって、ね、うん、思うんですよ、うん、やんわりと因縁つける方法を教えてください因縁はダメです、はいはいはい、ということでございました、はい、ありがとうございました。また見てください。